読させていただきます。黙示録の22章7節から21節までです。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。また彼は私に言った。この書の預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられて、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。私イエスは御使いを遣わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。以上です。この箇所から、冬木先生より、見よ、私はすぐに来るという題で御言葉を取り継いでいただきます。朝の挨拶をしたいと思います。おはようございます。神様にも元気よく挨拶をしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。さすがに、日本から初めて来てハレルヤって挨拶するのは抵抗があるかもしれませんよね。ハレルヤっていうのは一言で神様は素晴らしいっていう意味ですね。ですからクリスチャンにとってはハレルヤと言っただけで神様を賛美しますという意味があるんです。僕はこの挨拶を、日本の大学生の時に教えてもらったんです。中学生でクリスチャンになって教会に行き始めて、そんな挨拶があるのか。僕の知ってるクリスチャンのその友達は会うたびにハレルヤって言うんですよ。へえって、教会に行ったけどそんな習慣なかったんですけど、その友達がいつも言うので嬉しそうに言うのでね、僕は影響されなもんですぐ真似をして、で教会に行ってハレルヤって言ったら何言ってんだっていうような反応を受けたんですけども、ハワイに来て、僕がそのやりだしたら当時のね三橋先生も本当にいい影響を受けてくださるので一緒にハレルヤってやりだして、以来
私たちの教会では礼拝の前にハレルヤと挨拶をするようになりました。そんな私たちの教会も今年で35周年を迎えます。11月にはその記念会もしたいと思っていますので、今年はそれに向けていろいろな行事があると思います。4月の29日には、恒例の春の、バザーもしたいと思ってますね。その売り上げの中から10分の1は神様に、そして10分の9はこの35周年のために、用いたいなと思っています。今年もいよいよもう3月に入りました。3月、来月はイースターがあるんですね。早いですね。でこのイースター復活祭に備えてですね、もう40日前がレントっていうのに入ってるんです。イエス様の復活を喜ぶ前に、イエス様の前に悔い改めて、イエス様の復活を待ち望みながらそれを備えて待つ。多くこのレントの時にはですね、断食をしたりする人が増えてきますね。それは素晴らしい習慣で、私もイエス様に近づきたいと思って断食をする方もおられるでしょう。日本ではあんまりないですけど、このレントの入る前に何があるんでしょうか。バザールって言って、いろんなところで遊園地でね、そしてハワイでは甘いお菓子を食べる習慣がある。マラサダ、を食べるのはその時期なんですって。なんでかって言ったら、それを最後にいっぱい食べてもう断食しようって、そんな甘い話に乗って失敗することもたくさんあると思いますが、正直言って僕は断食苦手なんですね。過去に3日間とかってやったことありますけど、40日間の断食をイエス様はされてね、それに習って断食する人もいます。僕はそういう人を尊敬しますけども、やっぱり同じようにその食事をしないことによって、イエス様の本当に身近なところでイエス様を感じようっていうことなんですけど、僕は全く逆に、食事できることをですね、この期間本当に感謝をして、イエス様に感謝を普段より捧げたいと思って、勝手に思っています。今年の、テーマ、私たちの教会のテーマ、もう3月に入りましたけども、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。こういうテーマをいただいています。とかく僕はあなた方の信仰はあなたにかかっているのよって、あなたがどれだけ御言葉に従うかとかね、そういうイメージを僕はずっと持ってて、あ、ダメだ、僕はまた失敗したって、そんな信仰生活をが長かったかもしれないですね。でもそうじゃない、これを知った時に、ね、気がちょっと楽になるでしょ。あなたの信仰は神にかかってるんだから、僕にかかってるんじゃないんだって思えたら、すごくね、気が楽になった。でも本当に私たちの信仰は何にかかっているのかっていうのを知らないといけない。今日もそんなことを思いながらですね、御言葉を学んでいきたいんですが、今年3月に入って3月の IJCC の御言葉はヨハネの黙示録の22章12節に決めましたって、今決めたんじゃなくて、去年の12月最後の時にね、一気に決めるんです。祈って、1月から12月までの御言葉をこう僕が祈って決めるんですけど、その時に今年の御言葉が与えられているのに、それに沿って、札幌の教会も福音館も一緒ですけど、一日一章というのを続けていますのでね、その中から1月はどこを読むのか、2月、3月、4月、5月はどこから読んでるだろうかっていうのをですね、予測しながら、その月の御言葉を決めていきます。これは楽しいですよ。なんか1年はあっという間に、ね、あ、もう今年も終わってしまったって、それが終わると感じるんですが、そんな中で、3月にはまだヨハネの黙示録を読んでいるので、その中から、ヨハネの黙示録の一番最後の章ですね。黙示録の最後の章っていうことは、
聖書の一番最後の章ということですよ。先ほども読んでいただきましたけど、私はアルファでありオメガで、最初であり最後である。この創世記の一章一節からスタートして最後の黙示録22章、始めであり終わりである聖書の締めくくりの章の中にこう書いてあるんですね。今月の御言葉、見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。この御言葉を今月いただきました。私たちがこの中にはクリスチャンの人もクリスチャンでない方もおられるかもしれないんですけど、クリスチャンとして信仰生活を歩む中で、まだ悔い改めてなかったりね、気になることでもあって、責められていることがあったりして、それがモヤモヤしたまま持ってると、そんな状況の中で、黙示録を読むとですね、怖いってことになるんじゃないですかね。もしかしたらここで裁かれているのは僕のことだろうか、僕は天国に行けるんだろうか、そんな思いになってくる人は僕だけでしょうか。皆さんもそういう時があったりして、今一日一章で毎日黙示録を読んでますけど、そういうのよく聞きますよ。先生、私は大丈夫なんでしょうかって、その僕に聞かれたって、それはあなたが一番知ってんじゃないとか、なんて意地悪なことを言ってしまうか、言えません。僕には一番ドキドキしてるのは 僕しかもしれないね。レフトビハインドっていう映画があった時に、あの時にね、僕はまだ主任牧師でもなかったし、まだ見習い牧師のような状況でしたけど、よく言われたんです。あのレフトビハインドっていう映画見たことありますね。あの時にね、天に登らないで残ったのは副牧師だったんですよ。あれって、牧師なのに残ってるのって、冬木先生は大丈夫ですかって、あの時副牧師は残りましたよねとか、大丈夫ですかって言われたらね、自信持って大丈夫ですよって言いたんだけど、大丈夫かなって、そんな弱っちい自信の持てないところもあったんです。でも今だったら大丈夫ですよ。大丈夫です、僕はいけますよ、あなたは大丈夫ですかってね、僕でもいけるんだから皆さんいけますよ、イエス様信じてたら。でもイエス様を信じてるつもりだったけど、信仰生活していく中で、私本当に信じてるんだろうか、本当に救われてるんだろうか、なんて不安になる方も時々おられるんです、ね、ある厳しい先生はこうおっしゃってましたね。いや、一旦救われてもそこの救いから落ちるかもしれないって。そんなことがあるんですか、もしそうだったら僕不安でどうしようもないって。でもだって教会クリスチャンになったけど教会来てない人もいっぱいいるでしょう。で、僕にそんな思いの中にあった時に、ね、あるまた違う牧師先生はこうおっしゃいました。それはね、信じたつもりだって信じてなかったんですよって。またそれも、そんなこともあるかなって、ね、皆さんいかがですか。皆さん本当にイエス様が自分の罪のために十字架にかかってくださったって信じてクリスチャンになったんですか。もし信じてクリスチャンになったんだったら大丈夫です。一回だけでいいから、それは。その信仰を告白をした方は一緒に天国に行けます。ね、黙示録を読んだ時、最後のこの裁きの時はもういません。その時はもうイエス様と一緒に天国に上がってますから。そんな心配をする必要はないんですね。貴様はそのことだけ最初に言っておきたいと思いますけれども、私たちはこのもう一度黙示録を読むときに不安になる必要はないんです。それでも不安になることもあるでしょう。そういう方はですね、今日もう一度しっかりと御言葉の約束を信じてですね、私は大丈夫ですと、そして大丈夫どころかイエス様早く来てくださいって、そう告白できるものに変えられていきたいと思います。そんな中で今日の結論をね、先に結論を言っておきたいと思いますが、
神の予言の言葉を信じて従う者は幸いである。勝利者であるイエス・キリストは必ず来られる。主よ来てくださいと願い待ち望みましょうって、この告白をみんなで一緒にできるようにね、なっていきたい。これが今日のゴールですね。この黙示録の一章、最初一章の3節にこう書かれているんです。さあ覚悟して、いよいよこれから厳しい黙示録に入っていくんだよっていう時に最初にこう書かれている。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。この約束を持って黙示録を読んでいくんですね。まあ、IJCC の場合1日1章ですから、1日1章この分厚い聖書を読んでいくと全部読み終えるのに3年と3ヶ月かかるんです。まあ、長いような気もするけど、3年と3ヶ月あっという間に、ついこの間読んだような気がして、もう3年も経ったのっていうことになっていくんです。で、僕の経験上それを繰り返していても、黙示録になるたびに難しいなって、あの時学んだはずなのに難しいな、そして大丈夫かな僕はって一回ぐらい思いますよ。でも大丈夫ですよね先生って言ってくれる人がいるので、大丈夫ですって自分で言い聞かせるかのようにね、また奮起することがある。でもこの朗読するものに幸いだって書いてあるんです。これを全部理解して分かった、解釈して、幸せになるわけじゃないんです。解釈できなくても難しくても、とにかくこの予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いですって。心に留めるだけでいいんですよ。さあ心に留めるってどういうことなんでしょうか。神様の言葉を聞いて心に留めた人何人かいるんですね、聖書を読んでいくと。その中の有名な人の中で代表はマリアさんですね、イエス様のお母さん。だって自分は経験もしてないのに、お腹の中に赤ちゃんができてますって言われたら、そんなことはありえないです、私はまだ男性を知りませんって言ってるのに、お腹が大きくなってきてびっくりしますよね。そして天使が来て、あなたは一人の男の子を産みますって、そんなことありえないでしょう、いや精霊が宿って、宿らした一人の緑子を産みます、ね、誰も知らないんですよ。まあその当時みんな言わなかったけど、マリアさん誰の子を産むんだろうって思われたかもしれない。旦那のヨセフさんはね、いい名付けのマリアさん、僕は彼女を信じてたのに、お腹の中にいるのは誰の子って思ったかもしれない。でもヨセフさんにも心配しなくていいってね、御使いがそう言ったんです。そしてマリアさん、一番分かってるマリアさんは、何か分からない、何でか分からないけど神様の計画があるんだろうと思って心に留めてたって。だから神様の言葉を聞いて心に留めておくことの祝福って大きい。その時はなぜかもわからない、でも神様に計画があるんだなと心に留めるっていうことは、聞き従うっていうことなんですって。あの原文の意味を調べていくと、心に留めるっていうことは聞いてそれに従う、はいわかりました、理屈ではわからないけどそこまでおっしゃるんだったら従います、受け止めます、受け入れます、これが心に留めるってことですから、ヨハネの黙示録の中に書かれていくと理解はできないけど、おこうなるんだ、それを心に留めていく、聞き従っていくものは幸いであるって書いてあるので、ぜひ今日私たちもですね、まだ一日一緒ずっと黙示録続きますけど、その言葉を心に留めるものでありたいと思いますね。そんなことを思いながら、
つユダヤ教のことについても触れたいんですけど、皆さんユダヤ教の人たちは私たちと同じ聖書の旧約聖書は神の言葉と信じてるんですよ。でも新約聖書は信じてないっていう人たちなんですね。そして、彼らはクリスチャンが大嫌いです。なんでそんなことが起こったのかって言ったら、イエス・キリストを神のことと信じたのがローマ帝国の時代、その後ローマ帝国の王様がクリスチャンになったんですよ、ね、簡単に言ってしまうと。でローマ帝国はキリスト教国になったから、全員クリスチャンになりなさい、そしてそれを武力の力によってキリスト教に改宗していった。ユダヤ教の人たちを武力によってキリスト教に改宗させていったんです。だからその当時のね、ユダヤ人の人たちはキリストの旗を持って馬に乗ってパカ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 って、イエスキリストを信じろ、信じないと殺すぞってすごいことをやったのが、皆さんも世界史で学んだ十字軍ね、十字軍クルセイダーズって、そういうことをしたんですよ。まあやってる人は本当にイエス様のことを伝えようと思ってやったかもしれないけど、ちょっとずれてやりすぎた。ですからあのユダヤ人の人にとってはキリストの旗見ただけで恐ろしい宗教がやってきた、当然そうですよね。もう2000年以上、3000年以上、あ、ね、3000年以上でも2000年以上経っても、その恐ろしさが焼き付いているので、キリスト教は怖い、新約聖書なんて読むなっていう世界が今も続いているんです。でも今少しずつクリスチャンがですね、それことを悔い改めて、ユダヤの人にもイエス様のことを伝えないといけないと思って、言葉だけじゃなくて行動を持って愛を持って伝えていっているのが、少しずつ実を実ってきている時代に入ってきていると思いますね。そんな中で AD2000 年、今から、もう17年前ですかね、わあ、ミレニアム、新しい世紀が始まるって言った時に、ローマ法王が、カトリックのローマ法王がイスラエルに行ってね、私たちがやったあの十字軍は間違いだった、ごめんなさいって謝ったんですよ。あれは私たちはとんでもないことをした。このことによって歴史が変わって、少しずつ少しずつユダヤ人の人たちも心を開いてきている時代に入ってきているかなと僕は思っています。そんなユダヤ教の、学者先生をラビっていうんですけども、そんなユダヤ教の先生がこんなに面白いことを言ったのを僕は最近知ったんですが、新約聖書のヨハネの黙示録について興味深いことを言いました。紀元2世紀から今日に至るまで、黙示録は新約聖書の中でユダヤ人が読んでもよいただ一つの書物ですって言ったんです。旧約聖書、新約聖書はダメって言ってるんだけど、黙示録は読んでいいって言うんです。まあ、全部で徹底してるわけじゃないと思いますけど、あるラビがそう言ったって。なんでですかラビって聞いたら、それは黙示録には旧約聖書の予言の中からたくさん引用されてる、これは真実だとラビが認めた書物なんですね。そこまで読んだったら福音書も読んでよって僕は思わず言いたくなりますが、旧約聖書のダニエル書とかって予言書がいっぱいある。でそのことが本当に、黙示録の中には出てくるんですよ。僕たちが読んでもその詳しいことわからない、難しいって頭を抱えてしまう内容のことが、でも旧約聖書の精通しているラビはこれは本当だって認めたっていうことですね。ですね、そんな中から一章の3節、この予言の言葉は朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである、時が近づいているからです。どんな時でしょうか、この世の終わりの時が近づいているっていう意味ですね。そんな中で私たちは今
この聖書の一番最後の黙示録の22章から、そこに希望があるっていうことを見ていきたいんですね。僕は今まで何度も黙示録読んだけど、いろんな先生の仲介も読んできましたけど、やっぱり難しいなって、あ、うんうんうんって納得できるような問題じゃなかったですね。恐ろしいっていう思いも、本当にこんなことが起こるんだろうか、その時僕はどこにいるんだろうか、そんな思いで見てましたけど、今回読んでいく中でね、すごい新しい発見があったんです。それは黙示録は希望があるって、黙示録には希望がある、希望の書だっていうことを発見したんです。しかも最後の22章の中にそのことが詰まっているので、その中から3つのポイントで、ですね、黙示録の希望ということで3つのポイントでお話をしたいんですが、最初の1つ目、それは私はすぐに来るっていう約束なんです。黙示録の最後の22章の中にこれを書いたヨハネは3回も言ってるんです。私はすぐに来るってですね。見ていきたいと思います。1つ目、1回目、7節、見よ、私はすぐに来る、この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。心に留めるということと同じですね。この予言の言葉を聞いてそれを固く守る者、聞いて実行する者は幸いである。そして2つ目、2回目は12節、これが3月の私たちの御言葉ですね。見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくるって、報いを持ってきてくださるって言うんです。さあ皆さん、報いっていう言葉を聞いてどんなイメージがありますかね。やった、ご褒美もらえるって楽しみになる人と、ああもういつも悪いことしてたらね、うわ報いが来るのかってちょっとおどおどしてしまうような、2つに分かれると思いますよ。皆さんはどっちですか。少なくとも僕はクリスチャンになりたてのことは後者でしたね。僕の出身は京都なんですけど、いつも言っているように京都には神社仏閣が多くて、親からは罰が当たる罰が当たるって育てられたんです。そういう意味では宗教心があって、いつも神様って聞くと怖いっていう、罰が当たってしまう。ですからクリスチャンになる前に確信があったんですけど、僕は死んだら地獄だって変な確信を持ってたからね、恐れてたんです。しかしクリスチャンになってそこが180度変わったんですよ。大丈夫だ、あなたは天国に行くから恐れることはないって。こっちの方ですね、報い、イエス様が持ってきてくださる報い、素晴らしい約束ですね。その私たちの仕業に応じて報いてくださる、ね、僕が今本当に願っていることはイエス様がもう一度来るって約束があるのでね、イエス様と会う時が来るんですよ。もしイエス様が来る前に死んでたとしたら、蘇ってイエス様に出会うでしょう。その時に何を楽しみにしているのか、よくやった、忠実なしもべだって褒めてもらうことを楽しみにしているんです。よくやった、あなたは罪を犯さずパーフェクトな生活をした、よくやったって褒められるかって言ったら、まず無理でしょう。それを期待してもまず無理でしょう。なんだお前はってまず怒られるはずです。でもイエス様ごめんなさいっていつも悔い改めには早い方ですから、そして神様に喜ばれることを忠実にしたいと願っているので、イエス様に会ったらですね、よくやった、忠実なしもべだ、お前はあの時にこれもしたあれもした、しかしいつも私にごめんなさいって言ってたな、
そして私が願っていることを手伝ってくれた忠実なしもべだったって報いを持ってきてくださるって、僕はそう信じるので、それを楽しみにしてます。お前はこんな立派な教会を建てたなとか、こんなに人を救ったなとか、それは言ってもらえないかもしれないけど、私はよくやった忠実なしもべだって褒めてもらえるのを本当に心から願っています。だから人と比べる必要もない、あなたでいいんだ、よくやった、このことを心から願っています。3回目に出てくるのは20節、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、しかり私はすぐに来る、まだかまだかって思ってるような状況だけど諦めるな、どんな状況の中にあってもしかり私は必ず来るって約束してくださったのがこの黙示録の最後、聖書の長い66巻の一番最後にこのことを言い残してくださってるんですね。ここに希望があるんではないでしょうか。今年の IJCC のテーマ、ね、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです、あなたにかかってるんじゃない、その証拠根拠ここにかかってるんですよ、ね、しかり私はすぐに来るって報いを持って来るって約束してくださってる、ここに私たちの信仰と希望がかかってるんです。ぜひ皆さん、あなたの行いとか、立派なこととかそれにかかってるんじゃない、イエス様の約束にかかってるってことを覚えてください。この証言以上の証言はないんです、私たちが希望を持つのにね。とにかくイエス様が大丈夫、私は必ず来る、あなたを迎えに来て一緒に天国に行こうって、この証言があるから私たちは安心してられるんです。またこれ以上の証言は必要ない、これで十分なんです。この予言と聖書の御言葉は信ずべきものであり、主が必ずもう一度来てくださる、この二つの事実が私たちの信仰と希望を支えているんだということを覚えてください。黙示録の希望の2つ目、それはこの聖書の約束を以外に、約束以外に付け加えても取り除いてもいけないっていう事実ですね。イエス様はその約束を成就するために来てくださったんだ。まだ足りないことがあるのかって、もう足りないものはない、すべてが完了しているっていう約束ですね。イエス様が福音書のマタイのところでおっしゃったのは、マタイの5章17節、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためにだと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです。当時旧約聖書がありました。ユダヤ教の人たちもそれを律法として守ってるんです。でもその当時からできないっていう人がいっぱいいたんです。それが守りきれないっていう人がいっぱいいたんです。一番できないのは律法学者、律法のことを勉強してる人が知れば知るほどそんなことは僕には無理だって本当は分かってたはずなんです。でも立場上そんなの僕にはできませんって言えないので、これをしないといけない、上からね、できてないのか、じゃあダメだって教えてた人たちですね。イエス様がそこに来たら、そんな律法はもういらないって言って破棄するために来たんじゃない、それを成就するために来たんだ、その律法は本当に正しい、誰も自分の行いではできないけど私はそれを成就するために来たんだ、そして代表して
人間のすべての罪をあの十字架の上で背負ってくれたんですよ。あの十字架の上でその律法を完成してくださった。十字架のかかっている時にイエス様は何とおっしゃったか。ヨハネの19章の30節、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。罪のないイエス様が、神の子として全く清い生活をしたイエス様が、すべての罪を背負ってあの十字架にかかってくださって、そして完了したっておっしゃったっていうんです。もうこれですべてが完了した。あなたが受けるべき罪の罰は私が受けた。私を信じる者は罪が許される、そういう意味において完了したとおっしゃったんです。この事実に付け加える必要は何？私が完了したんだから他に何かは必要なことはない、何もない。この同じヨハネによる福音書の20章の29から31節の時に、イエス様は復活したイエス様はこうおっしゃいました。イエスは彼に言われた。誰に言ったんですか？あの疑い深いトマスに言ったんです。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信ずる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ってヨハネが他の3人とは違う、もう年老いて時期的には黙示録を書いたと同じぐらいの時期でしょう。もう生涯を終えようとした時にもう一度福音書を書いたんです。で、何のために書いたかというと、これらのことが書かれたのはイエスが神の御子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るために私は力を振り絞ってこれを書いたんだ。神様が書けっておっしゃったから私は書いたんだっていうこと。それはイエス様がなすべきことは完了したっておっしゃったから、そのことをもう一度確認して伝えるために私はこれを書いているんだ。それはあなた方一人一人が命を得るためだって。これを読んで命を得なかったら私が書いた意味がないでしょうって、そこまでは書いてないけど、そんな思いでヨハネは書いたんですよね。神と子羊との御座から出て、すべてのものが命、すべてのものに命を与え、癒しを与え、本当の命は神から出るんだ。これがヨハネにとってもテーマだったんです。そのために福音書を書きました。そして神様から見せられた幻も書きました。それがヨハネの黙示録。18節、19節を見ると、同じヨハネですよ。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。この黙示録最後は本当のことだ、神様が約束されたことだ、信じるに値することだとヨハネは書き綴ったですね。それは神様から出ているものだ。神から来る命はどんな傷をも癒す、喜びと平安を与える、そして義の実を結ぶ、神以外のものに
助けを求める必要はない、これで完了している、パーフェクトだ、付け加えることも取り除くこともない。今私たちはこの聖書を通して神の恵みを知ることができる。そして信仰によってその前味を味わうことができる。実際に現実的に私たちがそれを体験するのはもう一度イエス様が来られた時でしょう。それは心配しなくても必ず来るって、私たちはそのことを御言葉を持って知ることができるんですよ。イエス様が再び来られる時、イエス様は必ず来ると約束してくださいました。でも常識的に考えてですよ、人間のその約束してからどれぐらい経ちました？2000年も経ってるんです。もう常識的に2000年も待ち続けるなんて普通できないでしょ。なの嘘に決まってるよって、まだいつまで待つんですかイエス様って言いたくなる。これは常識的に。でもそれが本当であるならば、今朝ね、もう一度待ちます、でももう忍耐もギリギリですから早く来てくださいって言うんじゃないですかね。でそれに対して、今日もう一度私はすぐに行くから待ってなさい、聖書の最後に念を押すためにイエス様はその約束をしてくださったんです。最後だから、主よイエス様早く来てください、主よ来てくださいって僕たちは叫び求めることができるんですよ。当てにならない約束を待って言うんじゃなくて、聖書の最後に書かれている、私は必ず来る、行く、待ってろ、はい待ってます、でも忍耐はギリギリですから早く来てください。今朝もう一度私たちはそんな思いを持って主を待つものでありたい。遅れることはない、待ってなさい、主を来てくださいと叫び願い祈り求めるものなんです。今年に入って IJCC も多くの祈りの課題がたくさんあります。個人的なこと、健康のこと、経済的なこと、いろんな問題、そして IJCC のこれからのこと、隣の土地が売りに出てるぞとか、柔道場があれが私たちのものに帰ってくるときが来る、あそこが礼拝堂になったらもっとたくさんの人と一緒に礼拝できるぞ、そんな希望を持って祈り続けることができる。祈りは来る、でもその前にイエス様が来たらもう必要ないですけどね、もしかしたらその方が早いかもしれないって感じるようになってきています。でも御心ならば最後の最後の日まで全力でイエス様のことを伝えたいし、よくやった忠実なしもべだと褒めてほしい、そのことが楽しみになってくるのではないでしょうか。この22章の最後に何て書いてあるか、22章の20節21節、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。この祈りをですね、僕たちも捧げていきたい。本当に主イエス様の恵みが私だけじゃなくて全ての人のものに、まだそれを受け取ってない家族の人に、友人に、本当に述べ伝えるチャンスを私に与えてくださいと祈るものでありたいと思います。最後にもう一度今日の結論ですよ。神の予言の言葉を信じて従う者は幸いである。勝利者であるイエス・キリストは必ず来られる。主よ来てくださいと願い待ち望むものでありたいと心から願います。
お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美します。主は必ず来られます。私も信じます。だから主よ、早く来てください、主よ来てくださいと待ち望みます。私たちは本当にイエス様が来られた時に、イエス様と一緒にあの新天新地天国に行く約束があることを覚えて、心から感謝します。すでに私たちを天国に受け入れていてくださることを信じて感謝します。まだそのことを知らない人々に、私たちがそのことを伝えるものとさせてください。そして私たちが声を合わせて、主よ来てくださいと願い続けるものでありますように。イエス様が来られた時に、本当に一緒に天国に行く約束をしっかりと握って歩むものとさせてください。まだイエス様のことを知らない人がいるならば、今日イエス様あなたを信頼しますと信仰告白するものとさせてください。あなたを信じることができたことを心から感謝します。私は不十分ですが、イエス様がそれを完了してくださったので、あなたを信頼できることを感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。